こちらの土地がですね、弊社の社有地でして、次の活用まで十数年空いてしまうということが決まっておりましたので、有効活用という形でコインランドリー事業にチャレンジすることになりました。現事業、我々の仕事はコインパーキングがメインとなりまして、オーナー様の土地を預かるというような仕事なんですけれども、まあ、オーナー様は駐車場だけではなくてですね、まあ、いろんな土地活用がないのかということで日々我々に情報提供を仰いできます。その中で、このようなコインランドリーが、できることによって新たにオーナー様の土地活用メニューとして貢献できるのではないかと考えております。コインランドリー単体、時間貸し単体という、活用方法はあるんですけれども、時間貸しとコインランドリーを、併用することによってですね、その土地を最大限に活用できるというメリットがあります。例えばこの共同の立地もそうなんですが、敷地の奥側にコインランドリーを設けて建物の前面に時間貸し駐車場をすることによって、コインランドリープラス時間貸し駐車場のシナジーが図れます。そうですね、コロナ禍でオープンしたので、これがコロナが明けた後どのように推移していくのかっていう正直わからないところはあるんですが、オープンして約1ヶ月ぐらいになるんですけれども、先月の来場者がですね、月間1300人の方に来場いただきました。なので、コロナ禍においてもですね、来場という部分では、多くの方にご利用いただけたのではないかと考えております。コロナ禍にオープンということなので、来場された方には、コロナに感染していただきたくないというところで最大限の、店舗環境を整えようということで意識して、店舗作りをさせていただきました。例えば、当たり前なんですけども、入っていただくときに、手の消毒をやっていただく、あと人が触るドアノブなんかに対してはですね、抗菌シートを貼る、で店内の空気環境についてはサリルという殺菌効果のある空気清浄機を入れるということで、お客様には安心して店舗をご利用いただけると思います。で当社さんの機械につきましては、ナノイーを搭載しているということで、使った後でのですね、ランドリーの中に変な匂いがこもらないとか、そういった部分でお客様にもアピールポイントとして、十分訴求できていると思います。また使った方もですね、変な匂いがつくわけでもなく安心して使えるというお声をいただいております。当店の客層についてですけれども、午前中は主婦の方で、午後につきましては老夫婦の方で、夕方から夜にかけては学生の方などが利用している傾向がございます。また土曜日日曜日に関しては夫婦で2人でですね、来られて洗濯されるという傾向が非常に目立ちます。また、洗濯乾燥機、それから乾燥機の利用についてですけれども、当店につきましては圧倒的に洗濯乾燥機を利用されるお客様が多いです。でまた最近、梅雨が近くなってきたという部分もございまして、乾燥機の方につきましては徐々に利用が高まってきております。当店の店舗はですね、オープン以来ですね、半額キャンペーンという形でやらせていただいた部分もありまして、特に布団を持ってこられる方は多いです。で掛け布団ですね、羽毛布団を洗いたいという需要がとても多かったです。まず リピートというか、一つ試しに羽毛布団を洗ってみようという形で実験されて、こんなに綺麗になるんだということで、その家族の方の布団を持ってきて、洗濯される方が非常に多いです。なので使ってみて多分高い満足度が得られているのではないかと考えております。そうですね、この店舗設計している時からこの店舗の大きさをどうしようかというのを非常に悩んでいた部分であるんですけれども、このコロナ禍の状況でもお客様に安心して感覚を保っていただいて、洗濯後の畳み作業というんですかね、そちらをやっていただくような想定はしておりました。でさらにこの空いているスペースをですね、今後の利用状況を見て洗濯代行サービスになったりとかカフェスペースなんかの連携を考えていきたいなと思っております。
そうですね、まずはコスト的な部分ですね。普通の木造での建物で建てるよりもコスト的に安かった。それから、まあ、テレビでも宣伝している通り、稲葉さんの建物ですと、まあ、100人乗っても大丈夫ということで、非常に何ですかね、しっかりした堅固な建物が作れると、そういったメリットを考えております。まあ、最初に土間という形で作るんですけども、そこから建物を作るまで、そうですね、着工から建物の外ができるだけ約2ヶ月ぐらいでできたというところなので、工期的にも非常に早かったです。まあ、こちらの店舗につきましては、全面空中を時間貸駐車場として利用したいという意向がありました。その中で、その時間貸し機器と、ランドリーの機器がうまく連携できる商品がないかということで、探した結果、唯一それができたのが東勢さんだったというところが非常に大きいと思っております。パーキングだけですと、やはりその周辺の商圏に影響されまして、必要以上の台数というのは供給できないというのがあるんですけども、その空いたスペースをどう活用していくかといった中で、先ほど申した通り、レンタル収納事業であったりとか他の事業というのもあったんですけども、ここの共同の立地につきましては、準工業地域で割と大きな建物ができるエリアだったので、コインランドリー事業が最適なのではないかということで、コインランドリープラス時間貸駐車場という形で選ばせていただいたという形になります。まあ、コインランドリーっていうのはほとんどの店舗が無人っていうのが主流だと思うんですけども、当店はかなり大きい店舗で作って、メディア的にも取り上げられていったという部分もありますので、極力そのお客様にご納得いただけるサービスを提供できないかということで、期間を定めてですが有人で対応しております。その中でも我々スタッフがですね、生産機の使い方であったり、ランドリーの使い方、それから東勢さんの機械のメリット、そういうことを説明する方によって、お客様自身もすごい納得していただいて、またぜひ行きたいといただくことは非常に多いです。今回初めてコインランドリー事業にチャレンジしたというのがありますので、今後のことはまだはっきり申し上げられない部分はあるんですけども、今後小田急沿線を中心に年に3店舗は展開していきたいなと考えております。